ということでですね、ということでというか、前振りはということでっていう、ということでなんですか、ストラクチャーデッキを、ストラクチャーデッキであってるのが、購入しました。はい、某サイトで。それが、届いたので、早速、撮影というか、をしていきたいと思います。未開封っていうのがあったので、ちなみにですね、ストラクチャーデッキはこれですね。氷国の氷結界、ストラクチャーデッキ。たまにね、あの開封動画で見るトリシューラかな、トリシューラの多分デッキなのかな。うん。で、今から開封していきたいと思います。横にね、多分シールがね、貼ってあって、ちょっとこれをカッターで切っていくところから始めるっていう。結構硬い。お、これ。これが一番出てる中で新しいやつになるの。プラスワンですね。に、プレイマットかな。初めてのプレイマットですね。あ、なんか裏にもいろいろ書いてある。これ後で見よう。いいですね。ちょっとこれ引きながら見るっていうのは。おお、でもラバー製じゃないからあれですね。ちょっと、うん、まあ見づらいので一旦畳みますが、こんな感じですね。ストラクチャーの内容かな。プレイ用のマットと、プラスワンパックと、あとはカード見ていきたいと思います。こういう感じで大丈夫かな。内容、ベインですね。ピント合ってるかな。一応横と合わせてみて。ベイン、評価会の二次子、取り増し、氷結界に対する精鋭、ウェイ、冷静、いいですね、このキラキラした感じ、伝道師、舞姫、障壁、紋章、サルベージ、ブリスト、呪術、守護師、術師、風魔団、軍師、大僧正、来訪、高齢師、ガンターラ、グルナード、ジェネクスコントローラー、チューナーモンスターですね。ジェネクスウンディーネ。おお、なんかこれ昔いた気がする。アクエリア。間違える。生き返る。フィッシュボーグランチャー、ムーンラングリース、サイレントアングラー、氷結界の三宝神、鏡、F 城、ワンチャン、抹殺の指名者、グレンの指名者、デモンズチェーン、バニティスペース、
メンタルドレイン、砂人の嵐、大捕物で、ドゥローレン。ドゥローレンで合ってんのかな。エクストラデッキのライブですね。これは後できちんとパックじゃないや、スリーブに入れたいと思います。でですよ、こっちですね。こっちにトリシューラーとかが入ってるのかな。開けていきたいと思います。特にね、とりあえずデッキを買おうってなって、どれがいいんだってなったら、もうちょっとでね、発売されるやつと合わせて、かっこいい。氷結界の、なんだろう、寒冷流で合ってんのかな。ブリューナク。グングにいる。あ、これだ、トリシューラ。で、トリシューラのコード。ということで、これだったらデュエルできるんじゃないかな、カルブ。という感じで、買わせていただきました。今回は、ストラクチャーを普通に見るという感じでした。次回はですね、多分、今週の土曜になるかな。ボックス人生初開封になるかな。ストラクチャーも初めて買ったかもしれない。ということで、ストラクチャー開封、と極の氷結界でした。それでは、またね。バイバーイ。